みません。あの髪すごい可愛くて、今日はめっちゃ髪が可愛いので配信をしてみたんですけども、髪もボサボサで何が何だか、あ、ちょっとコメントに見せなかったわ。コメントこんばんは。コメント皆さんたくさんしてください。こんばんは。ちょっと見てください。長年お水木の活動5年目なんですけど、お水木の活動5年間初めて私がハウェにしてる2019、え、ループしてるってなんだって、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 皆さん聞いてください。それでですね、聞いてますか聞いてますか皆さん。それでですね、これリングライトを壊しました。あ、サムネにどうぞ。あみわれサポーターの方こんにちは、尾上瑞希です。ちょっとね、やばいですよ。ついにリングライトを壊してしまいました。しかもなんか迷惑にゃバキって言ったよね、うん、バキってなりました。バキってなってて、これ結構ね、結構ガチガチいいやつ、いいリングライトだったんですよ。ちょっと見てもらっていいですか。ここのここからバキって言って、え、でもあんなさ力で割れるぐらいやけんさ、もろくない君。え、これもろくない、めっちゃ。そんなもろかったん君。私がちょっとなんか優しくよ、優しくふんって触ったら、ふんって触ったらなんかバキって言って折れましたちょっとびっくりです。でももうピスタめっちゃ最高っていいの。行きたーい。尾上瑞希さん、尾上瑞希さんです。そう、でもついに終われちゃいましたね。残念です、本当に。はあ、5年間ほらだってもうバキって言ってるもん。これは完全にほらこんなとこから折れちゃいましたね。まあ物なんてね、いつか壊れますからいいんですよ。いや、欲はない、欲はなくてですね、全然欲はないんですよ。ちょっと聞いてください。あのですね、あ、このリング自体はライトつく場合つけてやろうか。リングライトのね、リングはつくっちゃう実は。いや、つけんでいいわ、そんなことしとる場合じゃなくてですね。それでね、急遽ですね、リングライトがないからさ、どげんしようと思って、で、家にあったなんかこのなんか配信者の見てよ、もう焦りすぎてこんな開け方してるっちゃけどこんな雑な開け方ね。もうとりあえず配信しなきゃいけないけど、スタンドがないから、とりあえずこのスマホ配信オールインワンキットをね、これをね、組み立ててみようと思って開けてみたんですよ。なんとびっくり、ちょっと組み立てるちょっとめんどくさくて全然めんどくさくて組み立てれないのよ。でも諦めて若にゃんの借りて今配信してますすいません。ちなみにそのなんたらキットも、はい、はアリスが寮に置いてったものですね。はい、アリスがなんか突然これ入院中に使っていいよとか言われてなんか入院中に私配信すると思われてるのかなって。まあ配信はしないんですけど、なんか100円でね、撮ったとこ言ってたよね。そう、あれかな、 UFO キャッチャー、 UFO キャッチャーで撮ったらしい。だから急いでこれを開けたんだけど全然できませんでした。諦めまーすっていうことで、残念ですね。これどうなってんだ、なんかこれも壊しそうだからもうやめますね。もうすごくない、マイクまでついてるわ。マイクつけとこうかな、全然
俺のピンマイクもかっこよくない？YouTuber みたい。あー、うん、アリさんありがとう、ビッグ神谷様ありがとう、翼さんも頑張れありがとう。ごめんごめん、今からちょっとすみませんね、喋ってばっかで。ランキングというかちゃんとコメントを見ますね、失礼しました。それでは尾上瑞希のショールームスタート。遅い遅いか。アリさんありがとう。ちょっとコメントは一回ねぶっ飛ばすよ。ぶっ飛ばすとは、ぶっ飛ばすってやばいね。あ、幽霊のエフェクトじゃない、アイテムとかあるとね。ギフトありがとう、大好きさん。うん、壊しましたね、立派に壊れましたよ。なんてこと、本当になんてことですか。星もありがとうございます。もう眠たいね今日は。はい、じゃあコメントを読みますよ。あれ、まつげ上がって本当。今日はですね、前髪をね、いつもと違うかもな、前髪が結構前髪分けてるんですけど、今日はパッツン目で、パッツン目でクラゲさんヘアです。もう髪はねボソボソになってるけど、でも可愛いんですよ。今日見に来てくださった皆さんはどうでしたか。今日はね、ヨドバシカメラでの、ヨドバシカメラでのインスタントイベントで、インスタントイベント、インストワンイベントでした。インストワンイベントでした。クラゲ可愛いでしょ、めっちゃ可愛くて今日すっごいお気に入り。ビースタさんせまとめて行きたいのよ、来月再来月行けるかな。可愛い、ありがとう大好きさん。インストはイベントかな、インストはイベントかな、言えたんだけどな、 MC の時はインストはイベント。そう、ラーメン食べたい食べたい。ラーメン、ラーメン、ラーメンは食べ、あ、ラーメンは食べれないです。尾上さん、皆さんもちょっと治ったんで話しますね。似合う、ありがとう、愛さん、ありがとう、めちゃくちゃ楽しかった、ありがとうございます。楽しかったね今日のインストアイベント、めっちゃね、わかにゃん、うん、楽しかった。ごめんね、ちょっとなんか忙しい時に話しかけて。いくじゅるちゃんがさっきわかにゃん発表誕生日おめでとうって、 ありがとう。はい、もう元気です。皆さんすいません、東京公演からですね、尾上は大変体調を崩しておりましてはい、東京の金土、東京の公演金曜日土曜日幕張で、名古屋までかな、もうめちゃくちゃ体調不良でまあ治ってきたかな、だいぶだいぶ治ってきたんですけど、でもこれみんなにうつるとかじゃないんで、皆さんあの安心してください、うつるもんじゃないんで、うつるもんじゃないんですけど、なんかね、病院行ったんですよ結局幕張の終わってから。そう、なんか、あ、幕張終わってから、そうそうそう、なんか熱がめっちゃ出て39度4分かな、39度4分最高。そう、東京公演のもう直前に熱が下げて、そう大変だったんですよ。で結局あれだったの、なんか盲腸みたいな感じとか言われて盲腸盲腸とか言って、先生と「もう盲腸なんですか私」っていや盲腸ではないんですけど、あの盲腸みたいなことになってますよって言われて、手術しないといけない、入院もするのに来月全然違うことでって言われて、だからこんな痛いんですかって言って、今日何してたんですかって言われて、いや何、仕事ですとか言って、今日立てたんですか、いや立ってライブしてました言えないじゃんそんなこと、だからまっすぐ立てたんですかって言われて、いやはい一応頑張りましたって言ってすごいすごいって褒められましたよ。でなんかそうそう、でなんか盲腸みたいな感じになってて、腸がなんかね、腸が腫れてるよみたいな言われて、
え、だからこんな痛いのって言って、でそっから高熱がずっと出てるらしくて、そうだから東京公演はでもアドレナリンが出すぎてて全然覚えてないんですけど、記憶がないんですよステージの。だからあまりにもなんかアドレナリンってでも熱は下がってたんでその時は、そんななんかめっちゃ大変ってことはなかったんだけど、ってことはなかったんだけど、あの次の日ぐらいかな、いや東京公演もまあまあ痛かったんですけど、東京公演幕張からめっちゃもお腹がずっと痛くて、そう胃かな、いや胃が痛かったんですよ。でめっちゃ胃が痛いっちゃけどって思って病院行ったんですよ。結局もう痛くて痛くて病院行きたくなかったっちゃけどさ、地元の病院しか行きたくないっさ本当は、けどようわからん千葉のねなんとかかんとか病院に行ってきましたよ。それでなんとかかんとか病院に行ったら盲腸チックですとか言われて、もうびっくりして、もう先生と、え腸ですか、腸なんですか、胃が痛いんですけどって言ったら、いや腸が腫れててずっと胃が引っ張られてるから胃が痛いんです、いやーって言って毎日めっちゃ大量に今お薬飲んでます。でもなんか手術するとかそういうのはなくて、そうって感じですかね。でなんか千葉の先生が採血しますよとか言って、いや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 もう帰りますって今から名古屋に行くんですって言ったら、あじゃあもういいですっていう感じでお大事にって感じだった。そうなんか、あそう抗生物質なんかよく分からんけど、なんかそんな感じの言ってた気がする。なんかとりあえず薬で一旦みたいな感じで、まあ、帰って地元大阪帰ってからいろいろちゃんと検査してくださいみたいに言われたけど、いやーもう治ったけんいっかって感じで、今はね今は大丈夫です、治りました。だけど東京公演はねせっかく楽しみにしてたし、野外のライブもめっちゃ楽しみにしてた分ね、ちょっとショックでしたけど、メンバーみんながさ、いやー素晴らしかったですよ。メンバーみんなが、お水木がいなかった時のためのポジションフォーメーションをバスの中でみんなわーって考えて、そうここのパートは誰が歌ってみたいな、でここのポジションの時はこう言ってみたいなのみんなが、私はもうさ痛すぎて喋れなくてお腹が、そうでもうずっとバスの中で寝てて、幕張もそう東京公演もだからずっと寝てたからさ、みんなにさめっちゃありがとうございますって感じでした。ステージ結局出れたからよかったんだけど、出る寸前までみんないないつもりで動いてくれてたから、みんなねすごかったよね。え？わかりゃいなかったか、何ポジションと歌割りの変更をほのちゃんとみゆちゃんが中心で考えてくれて、で多分ねナナさんが感動してますってツイートしてたやん、うんうん、あれ絶対そのことだよ、絶対それだよね、うん、みずきは結構最年長だからグループまとめる系の感じでさ、いつもさそういうことあったら結構まとめてきたんですけど、まとめてっていうかじゃあこうしようかこうしようかみたいないうの私がやってきたから、なんかもうみんながまとまって、じゃあここは誰が言おうかここは誰の部分にしようかっていう話をもうバスの中で盛大に行われてて、なんか感動しました私は勝手にねえ、わかりゃいなかったけどね、わかりゃいなかったんだよ一人だけ、どこ行ってたかわかんないけどわかりゃいなかったんですけども、みんなが本当テキパキポジションを考えてくれて、これから半年間、ああ虹ありがとう大好きさん、守りたいこの映画守ってなのでね、もういい月は活休入りますけど、もう何の心配もないですね。あんなみんなが頼りがいのあるメンバーです。本当にわかにゃん誕生日あと5分やって、あと5分だよわかにゃん、あとそうだから今ツイートを頑張って考えてるの。
あ、遅すぎる、まだしなかったんだ、頑張れ、あと5分だぞ。あ、そうかそうか、だから誕生日の人めっちゃ忙しいよね。めっちゃ忙しいよ今日ね、めっちゃ忙しいよね。ケーキも食べてないし。ほんとやん、ほんとやん。あ、つぷつぷしゃんから来たメーションが、ありがとう、後で見るね、嬉しい。つぷしゃん水着かわいい。そうなんですよ、だから体調不良の中、みんなが支えてくれて、みんなの支えがあって、おみずきは一公演も休まず出ることができました。ありがとうございます。でファンの皆さんも本当に優しくて、特典会してる時とか、まあ、ちょっと痛かったんだけど、実は実はお腹痛かったんですけど、特典会中もライブ中もなんか忘れるぐらいみんなが楽しくしてくれてたから、もう最高でした。でもね、やっと治ったんですよ。ね、ちょっとね、さっき調子乗って唐揚げを食べてしまいました。ずっとさ、病院の先生がさ、腸がなんとかかんとかよじれてるから絶対ご飯は食べんじゃないよって言ってきたんですけど、そんなわけいかないじゃないですか。レッスンも行ってるし、レッスンも昨日あって一昨日もあって、毎日レッスンもあるしライブもあるから食べないなんて無理なんですよ。なんで食べてます、こそこそ食べてます、いっぱいで、今日はついに唐揚げまで食べてみました。でもいいんじゃないかな、もう治ってきたしっていう気持ちです。体調悪いの1ミリも感じなかった。嘘、でもそんなことなくて、いやめっちゃ痩せたと思うこの3日間。だってほぼ何も食べてないもん、東京公演3日間、ほぼっていうか本当にほぼほぼほぼ何も食べとらんくて、そうだからね、野外の時はちょっとフラフラしてたんですけど乗り切りました。さらに痩せそう、なんか痩せたんじゃないかな、嬉しいな。ねえ、やっぱ細くなってらっしゃ細くなってるんじゃない。え、足細くてすごい、本当足はね、もう昔から細いんですよ自分で言うなって感じなんですけど、はい、そうなんですよ、足は細い方だね。ずっと顔は膨らみやすいんだけど、足はちっちゃい時からあんま太くならん。流動食やったもんね。なんそれ流動食って、なぜか流動だけど、なんか、いやで元気みたいな話になった時に、そう私熱あるもんみたいな話になった人もおるかも、ファンの方で。元気やねとかいう話、全然元気じゃないっちゃけど私って心の中で思う瞬間もありましたけどね。嘘つけないんで言っちゃうんですよ、元気元気とかいう話だと、ちょっと元気じゃないかなみたいな水木大好き、ありがとうございます、こんばんは。でも今日もすっごい楽しくて本当に幸せですね。でもね、半年間あの活動休止なんですけど、半年その活動休止、11月1日からなんですけども、残りねライブが5回なんですって。あっという間じゃないねえ、5回しかないんだよ、もうやばい、5回した、うん、どうした、おめでとう若にゃん、お疲れ様若にゃん若にゃん、はい、へい、元気じゃないって言ってくる顔、元気すぎ、え、元気すぎて死んじゃうでしょ、嘘じゃないんですよ。チキちゃん、もし思ったより少なくて お願いできなかったのが残念。チキちゃん、思ったより少なくしかお願いできない。え、そうなの、お誕生日おめでとう。あ、宿題チキね、あ、そう、3枚までらしいね。でもいっぱい宿題チキも、宿題くれて嬉しい、11月から頑張るよ宿題を。今日ね、昨日ね、ちょっと聞いてください皆さん、昨日お母さんから突然電話かかってきて、なんかみーちゃん、あれ入院、どんくらい入院するっけみーちゃんとか言ってきて、超適当じゃないですかうちのおかん、娘が入院するっていうのにさ、どんだけ入院するかは知らないんですよ。でなんかお母さんが昨日ドン聞いたんですけど、なんか突然なんか、え、みーちゃんってどんくらい入院するっけとか言ってきてさ、いやお母さん全部手続きしてくれてるんですよ、なんかその何、高額医療とかそういう系全部やってくれてるのに入院期間知らないってやばすぎる、やばすぎるじゃん。それでなんかお母さん突然なんか1週間だっけとか言って、1週間じゃないとか言って、え、1ヶ月って
って言ってなかったって言って、え1週間でやったらさって、えそんな簡単なもんと思って、まあ、1週間でも長いけど1ヶ月と1週間じゃ全然違うやんか。そう、それでお母さんと結構ちょっとなんかちょっとなんかいやムカついてはないですけど、なんかお母さんとなんか当たり強くなってきて、私も「何枚やったお母さん」って言って「で何枚やった?」って言って「1週間なの?」みたいな「1週間?」って言って、でお母さんもなんか「え1ヶ月やったっけ?」とか言って「えどっちだよ、2人で一緒に聞いたよ話で絶対1ヶ月って言ったよ先生、いや1週間じゃない?」いや私何回も家帰っていいですかって、もうダメですよみたいな話になったやんって言って、やっぱそうやったっけとか言ってさ、もうお母さんとさ、で何みーちゃんそんな不機嫌ととか言って、いや不機嫌なるやろそんな1週間とか1ヶ月とかようわからんこと言われたらって言って短期で言い合いしてました。そしたらなんか結局1ヶ月でした今日お母さんが電話して病院に聞いたら、やっぱ1ヶ月見といてって言われたよって、いやそりゃそうやろ1週間なんて誰が言ったんよって言って、お母さんポンコツなんですうちのお母さん本当、もう1週間って言われてさ、私結構なんか嬉しくなってきて、ええ1週間なの1週間なのみたいな、えでも1ヶ月って言ったよね、もうどっちよって言って喧嘩してました。しっかりしてるのが、いや分かんないよね、難しいですようちのお母さん。でもそう手続き系は全部やってもらってるんで、いや心配になってきたな、心配になってきたわお母さんね、1週間なわけないよね、もう変な人お母さんったら、かわいいありがとうあげー、今1ヶ月配信は何もできないって、そうですね1ヶ月はね、まあ、病室からこうやって SNS を更新し続けようかな、ずっとストーリーでなんかつぶやいとこうかな暇やけん、今日は血圧がとか言って愛月の血圧とか誰も興味ないか、血圧なんか興味ない、でもちょっと別に隠すことでもないしな血圧なんて言ってみようかな、ダメダメか、泣いちゃうの暇つぶし、そう暇つぶしに1ヶ月って言われるとね暇よ、めっちゃ全返信するわ、ほんと、おいや私が全返信するわ、コメントくださいって言って、あの質問ボックスとかやって全部に答えてみようかな少しでも良くなるといいね、ありがとうキコちゃん、キコちゃんありがとう、嬉しいな、はじめまして、あ、トロシさんもこんばんは、あおい出てる出てる、声ため息出てるよ配信してるよ、どうしたのすごい、なんかインスタ忘れてた、何インスタって投稿、何にも出せないインスタ、あんな可愛い写真撮ったのに、おみずきが時間がなかった、えでもいいよいいよ、だっておみずきも毎年なんか23日とかに24歳になりました、それか問題ないですよ、問題ないです、うん SNS は更新、 SNS はねもうずっとこうやってできるから余裕です、かわいいありがとう、かわいいありがとう、病室での何のな星の何、星の何って星の何とは屋上の散歩が楽しい、あ屋上行けるのかな、行きたい、ずっと屋上で日向ぼっこしとこう、他に怒ってるよベッドから落ちないように、もう落ちてみようかな3回ぐらいこのお姉さん見習いなって、どのお姉さん、私ですか、血圧体重毎日報告いいですよ、体重だってさ、あんなさ量のご飯でさ太るわけないけん痩せるかもしれん、入院したら朝ごはん夜ごはん毎日投稿とはか、えいいけどなんか恥ずかしくてあげれんかもしれん、だって少ないしさ、なんかもうめっちゃ病人みたいなご飯やんちょっと恥ずかしか、なんかもっと元気そうなご飯を食べよるとこを載せますね、乗せるとしたらえ、おみずきって小顔ご飯しか食べおらんとって思われたらさ、寂しいけん最近公式にしたからもたくさん写真があったねえ、入院先は届きますかね、え届くばい、届かして、届いて時間潰す、なるほどね時間潰すもの、でもお手紙とか、まあ、お手紙は秒で読めるか、
時間なん何をしたら時間潰せるんですか、逆に教えてください。若菜さん、何をしたら時間潰せるんだろう。まあ、一個はなんかちょっとお勉強とかやってみようかな。本読んだら。本ね、うん、本ね、私結構ねなんかハマって見れるときめっちゃハマるんやけど、うん、なんかハマらんときはハマらんのよね。ハマる本を見つける。なるほどね、ハマる本ね本屋さん行くか。本屋さん、なんか面白いことないかな。なんか面白いことないよ、わかんない。なんか習得してみようかな、楽器とか。あ、楽器とか習得したら怒られるか小野上さんやめてくださいって言って、え、なんですか。それか一人でちょっとダンスとかやってみようかな。ベッドの動けんの動けんの、何すればいいんだ。小野上さんは久しぶりやね、お大事にって。ありがとうね、楽しさん久しぶりやね、ほんとめっちゃ。今 38? え、さ、熱ないし。いや、分からんのよ、もう熱あるのかないのか。え、東京公演に行く途中のさ、一番最初になんかさ、なんとなくね、あ、違う、前日から熱あったんだ、うん、そうだよね、うん、前日に38度、うん、8分ぐらいあったとよね、うん、で、やばくないみたいな、うん、東京行けなくないってなって冷えピタで下げたとよね、確か。なんで下げたっけ、あれ。あ、薬飲んだわ、薬、うん、お薬飲んで、あ、そう思い出したわ、カツキューだ。カツキューの報告ショールームした時にもう熱あったの私、あの時点で。あの時点で39度あって、みんなの前でなんか「わーわー」とか言って、なんか「活動休止します」とか言ってるあの配信の時点でも39度あったんだよね。でタコパーやってる時にもう熱下がって、でそう一旦熱下がって、で次の日東京に行きよる間に「あれ、なんか体がポカポカするぜ」とか言って、なんとなく測ったら38度で、あ、やばい、これは下がるか上がるかのどっちかだと思って、そうすごい申し訳なさそうに「あ、すいません、熱あります」って言ったのバスで。そしたらね、みるみるうちに上がって39度4分、もうね、あの、家にいてください、そんな熱ある人はってね感じですけど、普通に秒で下がりましたね。日記書こうかな私も。うわー、差し入れで美味しいドーナツを食べたいですね。音信不通になりそう。いや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 、最近私 SNS 好きやけんめっちゃ楽しんでるよ。同時に見習い終わって単独デビューかな。え、マジで楽しさんも、単独デビューしたらおみずきに会いに来てよ。おみずきも活動再開するからさ。あ、確かに折り紙いいね。アカウント変わった、ん、変わったかな、変わったかもしれん。フォローしといてください、新しいの。届いたよ手紙、ありがとう。けいかちゃん、みんなのも届いてますよ、東京公演でくださったの。そうだから、もう東京公演でみんなが美味しいものをいっぱいくれるからさ、おみずきはもう食べたくて食べたくて、もうあれは拷問ですよ。あんな美味しそうなものをたくさんくれる、もう、あ、食べたい食べたいって言って、でも食べちゃダメって言われたしなって言ってずっと眺めてる。でもね、大体みんな、まあ、生ものが禁止なんで、禁止かな、多分生ものがダメなんで、ある程度賞味期限が長いのをみんなくれてるから、もうこれから楽しみ、食べるのが超楽しみ、食べるよみんながくれたのを。これからね、英会話とかやりたいよね。元気なのよ、そうなの、よく話せる、そうなの、めちゃくちゃ。活動休止の意味か、どういうこと、遠足に弱いとって、もう、あ、活動休止、活休っていう言ってるね。そう、でもなんか最近おみずきってもしかしてプロなのではないかと思ってきたんですよ。なぜかというと、あの、ライブ直前まで熱あってもライブになったら熱が下がるとか、そのショールームで、ショールームの配信の直前に熱を下げれるとか、あれ、小野上さんすごくないって。チーズパイまだ食べてない。あ、食べてない、せーの、食べたい。
え、だからさ、私毎日いとしさんがくれたパイを眺めてんの。はい、わかる。え、わかるでしょ。マジであれ美味しそうなの。もうあれをたの食べるのを楽しみに生きてるって言っても過言ではない。なんか一回開けたら全部食べなきゃいけないのかな感じだったよね。そう、タイミングがまだ。わかにゃの部屋で開けたんですよ。でみずきは自分の部屋にこう並べておいてる。で可愛いのよね、パッケージがなんか赤でさ、ストロベリーみたいな。ずっとこうやって眺めて、いつになったら食べれるんだろう、いつになったら食べれるんだろうで、全部薬が飲み終わってもう調子が良くなったら食べるぞって言っていつも眺めてる。あれめっちゃ美味しそうなんですけど、もう早く食べさせて、もう嫌だ、もう嫌だ、あれもう食べたすぎる。めちゃくちゃめっちゃ良かったよ、けいかちゃんらしくて。なんかもうなんかね、懐かしい友人からの手紙みたいでよかった。大将、いよいよお菓子持っていくね。もう楽しみ、いっぱい食べさせて。こっそり食べて、そう食べるさ、こっそりどころかもうがっつり食べるよ大友女優ってばね、すごいよね。終わったら上がる、終わったら上がるのよ。それが東京公演もあんな楽しそうにしてたのに、終わった瞬間に熱上がっちゃって、そうもう帰りとかブルブル震えながら、やばいやばいって言いながら帰りました。こんばんは。眺めまた方かわよ、眺めた方よ眺め方かたかまいかかわよ。眺めてるのは毎日お部屋に並べて、わざわざこう出して並べて、こうやってよくいつ食べれるかなって眺めてます。あー美味しかよね、文明堂のカスラ。リスラルトライシー、リストライシー、気が抜けたんだしょうな、あでしょうね、そうそう、病院のお目は決まったな。え、病院に来てくれた。いや、これんとよ、病院は知ってた。なんかね、まだコロナのあれでね、家族もねお見舞いに来れないんだって。やばくない、寂しい。わかにゃお見舞いに来てね、長崎に。うん、わかった、待ってるからね。ママに代行させようかな。あ、ママいいね、うん、ママ仲良しやしな。ママにさせようかな。角煮まんじゅう食べたい、チキン並びと同じポーズ眺めよう。なんでいいね、でもいいです、いいです。長崎といえば副菜の、副菜のカスタリちゃん美味しい、大好き。おみちゃんスタジアム行ったよ。あ、いいの。そう、まだねダメなんだって、警戒。申し訳ない、また話したいよ。あと半年後待っとってよ。家族も会えるし、そう家族も、うん、会えるんじゃけど、なんか1時から何時とかでめっちゃ短いじゃん。家族も働いとるけんね、毎回毎回は来れんとよ。12月の会社の研修長崎で。ええ、マジで。みかこちゃん、みかちゃん、みかこちゃん知っとる。わかにゃわかるよ。みかちゃんがね長崎来るって。あ、そうなの。うん、海月のお見舞いに来るって12月はもう入院しとらん。あー、なんで12月か。そういえば七海月カステラ発見された。あ、食べました、ありがとう大好きさん。カステラ食べたよね、わかにゃも。うん、美味しかったね。美味しかった。あれが副菜ですよ。美味しいです。軍艦島のドラマ始まるらしか。おい、メキスさんね、ちょっとね爪がねもう割れちゃって、割れちゃって仕方ない。お見舞い会、お見舞い会チキ会する。仕方なら、よかったよかった、ありがとう。もうね結構たくさんの差し入れとかプレゼントいただいててさ、ナナフェスの。そうだから結構遅くなっちゃった、届くの。半年は縮まり、縮まらない。半年勝つ気ですよ、寝る雪。半年後にまた来てよ、次はちゃんとライブも見に来てよ。海月が歌ってるとこ見に来てよ。あ、パジャマたくさん届いた。あ、パジャマね、ちょっと皆さん見てほしい、もらったの。え、見せていいかな。いいよ。え、見る、一緒に。え、見ようよ。じゃーん、今日のね、今日のね今日のね、あのライブの時にいいな、おいよ水木って言って、例のオレンジマンがおいよ水木って言って、ちょっと
可愛いからとか言ってたから楽しみ開けていいかな。でもね、あの1ヶ月あるからさ、パジャマってさもういっぱい持っていかんといけんってよ、うん、でパジャマってさマジでさ、これさあのアイドルのくせにとか言わんでよ、ちょっと冷静に、冷静にっていうか相場どんくらいで洗う？毎日？毎日は洗わない。え、ちょちょちょ、洗わないよねえ、マジで洗わないよね、うん、そう、なんかえ、でも何日着たら、着てたら許される？なんかさ、なんかさ この人めっちゃ同じパジャマ着とるなって思われるのも嫌やんアイドルのくせに1週間も2週間も同じのやんって言われても嫌やん。みんなどんくらい？いや気分上がるの、ピケはありがとう。なんか去年とか一昨年とかファンの方にね、うん、ピケもらったのいっぱい、うん、でもさ夏服と夏のジェラピケと、うん、このなんていう秋冬のジェラピケがまあ持ってなくて、うん、なんかモコモコ系、うん、がさいっぱい。でもなんかこれモコモコ系じゃない気がするんだよね、この大きさ。さあ確かに。でしょ、うん、でしょ、だからめっちゃ期待してるの。そう、なんかモコモコはさまだちょっと早いじゃん。今日とかまだ半袖でもいいぐらい。いくよ、3、2、1。えめっちゃめっちゃ可愛いんですけど、何これやば、え待って、えめっちゃ可愛いんだけど、えめっちゃ可愛いんだけど、あー死ぬ。え待って、これさどうしよう、入院中にさ病院内で一番可愛い設出てきたぞ水木が。余裕である。どうしよう、すっぴんでもこのパジャマを着るだけの水木のテンションは爆上がり。めっちゃいい、ツルツル、ツルツルのやつだ。これねモコモコだとさちょっと暑いじゃん、うん、今はまだ、そうだね、待って、かわいい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 、めっちゃかわいい、やば、犬だ、わかにゃんの大好きだ。あ待って、ツルツル、めっちゃ嬉しい、かわいい、やば、え、マジやば、嬉しすぎ、えぐい、えぐいて、えぐいて、えぐいて、かわいい、かわいい、でも似合うくない？めっちゃ私ありがとう、なんか見てないっぽいけどね配信、ありがとうございます、嬉しい。見てんのかな、いや見てないよね多分くれた方は、うん、いなそう、いなそう、残念だ。まあでもよく会いに来てくれるので感想は特典会でお話ししよう。あった、いい、かわいい、なんかすやすや眠ってるワンちゃんがかわいいいや、ありがとうございます。ジラピケの申し子じゃんね、何それ申し子って、え、てかにわかさぽさんのも着てるからね、なんか着てないみたいなのやめてもらっていいですか。でもあれ、あれよ、え、どうした、ああ、買ってくれた、買ってくれた、買ってくれた方が、あ、いたいた、ちょっと今年の冬はモコモコもね着るけん待っとってよね、え嬉しい、待ってワカニャめっちゃ可愛い、見て、いっぱいついてるワンちゃん、ね、可愛い、めっちゃ可愛い、しかもさ、ね、一番好きな色グレーね、うん、グレー確かによく着てるもんでしょ、うん、黒かグレーか白なんよ私、うん、結構で、なんか部屋の時はさ結構部屋にいる時は何でもいいけど、うん、病院だからさ確かにこれぐらいがちょうどいいよね、うん、かわいい、どうしよう、何時期病院内でアイドルになっちゃうかも、何あのジラピケの可愛い子ってどうしよう、目立っちゃう、こんな可愛いこんな可愛いパジャマ着たら目立っちゃうとか、やばこの触り心地、やばい、ね、ちょっと触ってみてもいいよ、いいっすか、いいっすよ、いいっすか、ちょっと誠に言ってね、触りますって、あ、触らせていただきます、いいですよ、あ、いいですね、めっちゃいいねこれ、ツルツル、やばいね、うん、いいね、これで頑張れる治療どうしよう、
これは何が乗ってるの？ブルドッグとキャバリア？これ何？足短いやつだ。あ、コーギー。コーギーとブルドッグと。これブルドッグなんだ。うん、フレンチブルドッグとキャバ、これがキャバリア。キャバリア？キャバリア？キャバリア？あの上の方の。あ、キャバリアっていうんだ。キャバリアです。キャバリアさんなんだ。じゃあ名前つけとくわ、この。いや。まあ、でも誠がくれたんで誠でいいや。適当。三匹いるからね。あ、三匹いるんだ。うん、じゃあマットマットコト。あ、マットコト。マットコトトで。いいんじゃない？中にも入りながら。いいの？バスデーが大丈夫大丈夫ですか？事故りました、失礼しました。イエーイ。コミナトー、コミナトー、これがコミナトー。あ、お水切れいけんな。事故りました、すいません。コミナトさんの横に立つと尾上さん髪が茶色かね。茶色いね。ちょっとリップついてないかも、ご飯食べてきたから。ついてなくても可愛いです。ついてても可愛いです。ありがとうございます。キラキラしてます。エアコンない人あるもん。エアコンもあるもん。あ、フミティさんそんなことまで知ってんだ。フミティさん知ってる？わかんない。あ、知らないって。うん、じゃあやっぱりお水木だけのとこに来てくれてんだ。きっと、うん、知らないのになんで知ってるんだろうって思いました。びっくりした。おめでとうございますって。ありがとうございます。エアコンついた人。はい、ついた人です。ヘアメかわいい人。はい、今日2人でヘアメ行った人。はい、行ってきました。2人で行ってきました。最年長組。へえ、活休したら最年長頼んだぜ。アイス、ウス、頑張ります。テレビを投入された。はい、もうテレビ見てて楽しい。何のテレビ見てるっけ。あ、ちょい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 。部屋目可愛いでしょ。今日はね、2人で行ってきたんだよ。ね、行ってきた。もうすぐ撮んないといけないわ。今日もお風呂入らねえよ。え？このまま寝るんですか？うん、可愛いけど入りたくない。本当？って言いながらね、無理なんですけど、そんなことは。もういいです。アリス、ありがとう。何これは？うん？何それ、なんて書いてある。ハッピーハロウィンか。ハッピーあ、ハロウィンです。です、ありがとう。アリさん、アリさん知ってる？わかんない。やっぱりお水着、わかんない、見たことあるかも。ファンの方はさ、やっぱり意外とそんなうろちょろしてないのかな。会いに来てよ、アリさん、そろそろ会いに来てよ。見てあげて、半年間いないんだから。いや、もう会いに来れないのよ。もう来れないんだ。来れないの。来れないんだ。でも言いとよ、31日来てくれたって。そうよ、マジ一途よねって。本当、にわかサポって知ってる？知ってる。あ、あ、知ってる。あ、チェキ来た？いや、来てない。チェキには来てない。それには来てない。嘘つきだって。え、本当に知ってる？え、知ってるよ。え、来たことあるよね、はい、だって名前見たことあるよ。うん、やっぱりね。でもチェキはないかな。チキは尾上さんのとこだけか。なんかさ、若菜さんのタコパぐらいよって。あ、おみちゃん、おみちゃん、一回だけで名前覚えないもん、絶対。あ、嘘つきだった。タコパの時ほぼコメント読んでなかったしね。あ、おベラベラ水木にチクられてる。お休み間の東京からメンバーの皆さんがつい、え、もちろん行ってきてください。皆さん、私がいない時にもう他のメンバーのチェキなりショールームなり行ってきてください。お水着はいないんで、はい、ちょっとやめて、顔ちっちゃすぎて。隣に並んだらちょっとちっちゃい。ちっちゃいんですよ、私も。うん、ちっちゃい。私もちっちゃいって言われてた人生だったんですよ、うん、あなたに会うまでは。あなたに会うまでは。あなたに会った途端になんか、うん、あれあれあれ、水木ってこんなにお顔が大きい、大きくないっていうぐらい、そう、顔がめっちゃちっちゃいで有名なんです。こんにちは。ほら、これで一緒ぐらい。いやいや、これで一緒だって。こうなっても一緒だって。いやいや、ちっちゃいんですよ、もうやめてよ。
今地元に着いて、ああおかえり肉汁ちゃん、今日もありがとう。肉汁ちゃん今日もありがとうね。いたね。またね。あ、じゃいたね。あ、いたね。ワカニャのとこには来るの肉汁ちゃんは。たまーに来る。うん。たまーに。たまーに来る。みんなでもさ、今日さ初めましての方とかいた。本当っていうところ、はじめましてって言ったら、うん、あいつはすべき見に来てますって言われてちょっと気まずかった。そうなんですかみたいな、まあ、見に来てはいるけど、みずきははじめ、そう喋るのははじめましてだから、そんな長くいらっしゃったのに、ちょっとお互い認知ないのちょっと寂しいじゃないですかって言って、一回ぐらい来てくださいよって言って、うん、やっと来ました、うん、いますね、ちらほら、まだたまに、そう、毎回現場に来てくださって、そう、私も顔見分かる人とかも、まだチェキとかでは一対一でお話ししたことない人とかいるよね、たまに。いる。ぜひ来てください。待ってます。水木の手は赤ちゃんだって。え、どこがめちゃくちゃギャルみたいな。めっちゃギャル。何しても赤ちゃんって言うじゃん。そういうね、全部赤ちゃんに変換されるあれだよね、きっと。だってみゆちゃんだって水木のことずっとバブ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 言って、あなたも言ってますよ、たまに。赤ちゃんだって。また行くね。あ、リッスンさん待ってるね。何でジャジラ頑張って言いに行く。お、え、ミカちゃん、私知らんちゃけど、ミカちゃんの顔知っとる。いや、だって私のファンなの。え、ミカちゃん、ミカコちゃん、ミカコちゃん、え、どの方。あと今日あれ持ってた、なんかわかんない。あー、わかる。でもそんなわかんない、そんなわかんない。そんなわかんないよ、だって会ったことないんだもん。うん、けど分かるよ、分かるよ。あの可愛いプレートの方ね。そう、結構前から来てくださってる、うん、結構来てくれるよ、初期からだよね、うん、うわー、痛い。それ嬉しかね、うん、楽しみにしたか。小指可愛いって。今日もチェキありがとう。あ、高さ初見になっとるわ。高さ初見やん。何ショット初見やんか。初見やん。そんな寂しいこと。でも私も配信してないしな。あ、そうね、確かに。すいません、うん、すいません。今日のライブどうだった？私、うん、楽しかったね。楽しかった、めっちゃ楽しかった。なんかさ、東京、幕張、名古屋3日間やったじゃん、うん、そこってさ、結構コールがさ、あんまりないんだよね。大阪がやっぱ、そりゃね、やっぱホームだからね。そう、やっぱ大阪のコールは素晴らしかったです。今日はめっちゃ楽しかったけど。確かに、なんか帰ってきた途端になんかおおってなるもん。出た瞬間でおお、そう、おお、コールすげー、圧がすごい、うん、もうコールの31日日付変わるまでチェキ並んでたらごめん。だってこれマネージャーさんに知ってる？え？なんか小沢さんとか、うん、ガッキーとかに、どっちも言われたっつってたもん。うん、ね、お水木31日は、うん、お水木の時間をちゃんと確保してくださいみたいな。チェキ取るんでいっぱい、うん、なるほどね。そう、時間を、ね、なんやろ、ちゃんと、うん、多めに見積もっててくださいよみたいなこと言われたって言って、2人で大爆笑してた。マネージャー組が言われた俺もとか言って。そう、多分大丈夫です。なるほど、いっぱい言ってあげてください。2時でも撮りましょう。定期公演でいつも何時ぐらいまで特典会やってるの？定期公演でいつも何時ぐらいまで、終わるまで、うん、目安は1時間だけど、1時間かな、1時間くらいじゃないかな。1時間カオルが毎度毎度楽しいってわかる、わかる、ね、やってる側も楽しいのかな。もう聞いてる方はもう信じられないぐらい楽しいですよ。、うん、やっぱ上がる、うん、今日さ、ナナさんがさ、うん、おはようって届くのさ、ね、おはようコールがいいって書いてたけどさ、うん、もうね、大阪すごい、うん、おはようって届く、おはよう。しかもめっちゃ低いの、多分誠がやってるからかな。おはよう、主旋律みたいなさ、主旋律誠だからすっごい低いの声が。おはよう、言ってるね。でもあれはね、すごい私もやってて楽しいの。めちゃくちゃいい。これはやっぱいい、ね、これは素晴らしいですね。やっぱ元気だね、大阪はね、うん、元気がいい。東京は多分
まだなんかちょっとどんな感じかなって、まだ月一だからさ。そうだね、確かに大阪の雰囲気は分かんないかもしれないからさ、多分いつか東京もああなるのかなと思ったら楽しみだな、うん、帰ってきた時東京もああなっててほしい。確かにあんなすごい。そうね、で名古屋も結構さ、うん、どっちかっていうとコールはそんななんかわーって感じではないよね。なんかメンバーの名前言ったりはあるけど、なんかよくあるコールはあんまりね、うん、だから言ってくれてる方はいるけど、名古屋もちょっと浸透してくれたら嬉しいね、うん、そう楽しいんだよね、やってる方、うん、聞いてたらおーおーおーおおってもう始まった途端にさじゃーんじゃーんじゃーんじゃんじゃんじゃんからもううわーってわったらさ、うわー楽しいってそうそうそうあこれこれみたいな、そうそうそう、今日とかもマジでそれだった、うん、めっちゃよかった。もう入った瞬間からなんかもう、うん、なんか見てな、お客さんの客席 見えないじゃん、見えないんだよ、これで入るから、からでもうじゃーんって前向いてじゃじゃじゃーまででも分かる、大体今日の今日のね温まり度が分かる、そう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 、最高ですね、うん、今日は最高でした、ありがとうございました。平日の本当にもう突然だったので、うん、ありがとうございました、うん、おはようするなら海月じゃね、だからもうおはよう、こうおはよう、誰がするんだろう、誰がするんでしょうね。コールのハウトゥーあるといいね、あ確かにね、大阪の方ちょっとぜひ広め拡散してもらおう、ね、てかさあれがね、公式から出ればいいんじゃん、あね、ライブの映像が ね、うん、これ言ってるんだけどね、ずっとライブ映像出さないんですかって。ナナさんとか今日めっちゃコールに感動してたよ、うん、ずっと言ってた、なんかあの、うん、コールよかった、うん、楽しいって言って、わかります、そうこっちも楽しかったもん、わかりますよ、今日のめっちゃよかったですよね、うん、あと定期公演、生誕祭、わかにゃんの生誕祭えぐかった、わかにゃんかさねの生誕祭私も出たかったもん、ステージ横で良すぎてなんだこんな熱い現場なのって思ってすごくなかった。でもな、私のソロ曲はそんなあれか、コールが、うん、なかなあんまり内見だったからあれだったけど、かさねの時が結構コールの感じだったから、それでも好きだよ、そう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 、なんだっけ、そんな私 を好きっていう人だっていやーあれやばかったああいうのいいよね、あれはね、うん、ちょっとあの袖から見てて羨ましかった、生誕祭こんな熱々の現場でやってくれるいいなと思って、うん、楽しかったよねあれは、うん、ライブ映像出してほしいな、ねえ、もうよし言っとっけん、でも言ってるんだよねずっと、やばいっしょ、水木よし加入したぜ、え、そう加入、え、おそ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 今さら今さら何年も前から入ってるんじゃないのかさねん、かわいいねん、かわいいんですよかさねん、かさねんかわいかったよね、うん、それでも好きだよ、これ以上コール褒めたら俺止まらないよ、いやいや止まんない止まんないでこのままお願いしますコールちょっとねもうあれ引っ張ってもらって、あと楽しそうにさ客席がしてるの見るとやっぱ楽しいでしょ、楽しい、デュアデュアとかさ、みんなこうやってさ大阪飛び跳ねてんのねの、うん、めっちゃ楽しそうと思って、もう私もさこれも、ね、これもやってくれてる、なんだっけかいてた確かの時、これめっちゃみんなさ、うん、大阪のライブでやってくれてる、めっちゃやってるよねあれ楽しい、デュアデュアもさみんななんか飛び跳ねてる、そうめっちゃ楽しそうにやってくれる、楽しそう、あれいいですね、うん、大阪の人たちさ、あともう一個言いたいんだけどさ、ライブ見てんのかな、うん、ライブ見てないでしょ絶対、自分たち踊ってさデュアデュア誠とかさめっちゃ踊ってるじゃんずっとライブ中、うんうん、見てる、私たちのこと見てるんですかちゃんと、確かにちょっとそれ思う時あるね、でしょ、うん、だから私がさ指さした時とかにさ、うん、どこ見てるの、そうかそうそう、あるある、踊りすぎ踊りすぎみたいなこっちですこっちですみたいな
時あるけどね、ちゃんと見てるんですかね、うん、見てくださいよ、はい、見てくださいね。でも楽しそうに踊ってるのステージから見ててめっちゃ幸せ、うん、こっちもね、うん、こんばんは、わかにゃん、こんばんは、さきぶりですね。ほんとや、さきぶりやさきぶりやさきぶりやないか。ほんとそういう感じだと、お見せください、東京の夢は遠いか。え、どうやろう、どっちもやりたいな、大阪、東京。何を？セーター、あ、セーター。でもさ、大阪さ、うん、大阪より東京の方がみんな会いに来てくれるから、うん、2days できないのか。東京でやりたい。だってたまにいるよ、2回なんか東京と地元の方でやるアイドルさんいるから。え、そうなの、やりたい。大阪と東京、大阪よりもおみずきは東京がホームなんで、うん、東京に行かないと、うん、月1リセットじゃん。え、月 1？何の話だったっけ。一緒に踊るのマジ楽しい、好き、暴れまくりそう、うん、みんな暴れてるよね。見てないんだい見てよ、ちゃんとちゃんと見とるでって。本当、肉汁ちゃんとかもさ、うん、なんかおみずきが帰ってきた時にさ、うん、もうついにこうやって踊ってるかもしれない。踊ってたらびっくりしちゃうおっ、そんな感じになったのみたいな。すべきみんなライブなくなっちゃうかもしれない、もう。あ、みんなが踊り出してファンで成立しちゃうんだ。そうそうみんな踊っちゃって、私知らないかもしれない。うん、自分のライブと思って踊ってますってやばすぎでしょやばすぎでしょ。そんな気合入れて踊ってたんだ。じゃあもうちょっと見るね、こっちも。そうね、そう言われると見てあげないと。と思うと東京の魅力度ってもっと上位低くていいよねどういうこと、どういうこと。東京の魅力度ランキングってこと。東京の魅力度ランキング、魅力度、踊りやすい振り付け多いから。確かにね、振り簡単だよね。長崎が褒める、うん、でもな、東京の皆さんに会いに来たよ。水木いいな、飛んでいくって。本当、おお、いいじゃん。 2days やりたい、大好き、ありがとう。確かに2カ所ある方ね、行きたい。そしたら東京もできる。おえ、なんかおかかるちゃん面白いことしてる。昨日もこれ言われたんだけど、やらないって言ってるのに。あ、すごいやらないよ。はっきり言いますからね、若菜さんは、はい、セーターさんのみんなでそうだもんね。そうね、セーターまではきり行きそうじゃない。客席で踊ってる人いたら見ちゃう、俺も。マジで一回来てほしい、大阪のライブに。信じられない景色があるから、本当に。みんなこうやってる の大阪の方は。であと、なんだっけ、二人で縦に並び百議長並木って、こうやってみんなでイチョウ並木を作るんだけど、なぜか客席にもイチョウ並木があるんだよね。誰かが通ってくるんだよね、いつも。何あれ、誰が考えたの？面白すぎでしょ。客席は撮影可能なの？撮影してみたらバズるんじゃない？ツイッターとかで。なんだこの現場はって。なんでファンがあんな踊ってるんだ。うん、でさ、踊るだけならさ、まださ分かるじゃない、うん？じゃなくて、ちょっとフォーメーションみたいなさ、こうやってさ、ちゃんとこの間からやってくるんだよ。間から誰かが入ってくる。さすがに笑っちゃうから。ラブレターとかはさ、うん、結構みんなやってくれるじゃん、ね、手とかね、これもやって、AAO はね、めっちゃ楽しいです、うん、みん ないつだったかな、アムホールかな、うん、のかな、うん、かなんかがめっちゃ良くて、ラブレター、うん、みんながあのエンジン組んでくれる、うん、ずっと味方でいるからっていうエンジン組むところがあるんだけど、去年フェスかな、なんか取り除きあったじゃん、それかな、うん、そのエンジンの時に客席見たらみんながエンジン組んでるの、いいね、めっちゃいいと思って。あと辛い時は手をつなぎなこうのところもみんな手挙げてくれてるし、はじいだっけ、じわりのアイス今響いてるよ、ここもみんなペンライトめっちゃ振ってくれてて、飛んできそうだったペンライトがいや、そんな勢いでやったら飛んでくるってっていうぐらい素晴らしいですね。うん、セーターさんやろう、めっちゃいいじゃん、シスターさんそんなレベルになりたいですよ。なめないといけないですね。うん、自
事務所に届いたお手紙、チャピットだけのファンの言葉を書きました。ええー、楽しみ楽しみ。今日届いたの？じゃあもうすぐもらえるのかな。定期振り上げてほしい。ファン側をファン側を載せるんだ。ん？でも面白い時めっちゃ面白いからな。ね、うん。楽しい。めっちゃ踊ってる、楽しそうに踊ってる。花言葉の花道あります。俺がやりたくて始めた。知ってるよ。あなたでしょ絶対やり始めたの。花道ね。花言葉の花道おもろ。面白すぎる。本当に楽しい現場なんで、みんなぜひ本当ライブ一回来てほしいです。はい、来てほしいですね。楽しいね。楽しいよ。あったかいね。うん。本当に。うん。今日もあったかかった。リハの時、公開リハだったんだけど今日は。公開リハの時もリハ見ててくれた方が終わった後に何、うん、口笛じゃない何、ああなんかなんだっけ、口笛じゃなくて指笛みたいな、うん、指笛みたいなの吹いてくれて、ね、人が少なかったからわーとかなかったからさ、うん、超良かったよね。 あったかい。誰も見てないけど何人かちょっと見てくれてて、うん、そう、まあ公表されてなかったしね、リハやりますとか、うん、普通にたまたま居合わせた、そう、見てくれてたファンの方がなんかやってくれて、あったかいね、うん、って言いながら手あげちゃうって。え、楽しみ大好きさん、まさかの電波式どつるの宮川ですよ、すいません。え、全然全然全然、あの踊る人はじゃあ後方なんで。そうじゃない、大体踊ってる人たちは後ろの方じゃない？どうだろう、でも今日は前の方にいたよ。確かに確かに、今日は前の方にいたな。日によるのか、うん、なんか後ろの方が踊ってるイメージある、うん、そんなガチ踊りじゃないから、ね、そうそう、そんななんかもうね、アイドルみたいな踊ってるわけじゃない。でもなんかちょっと飛んでる、うん、一部飛んでる、その場で踊ってるだけ。え、でもユキヤとかもさ結構飛んでくれてるよね、うん、飛んでる、え、飛んでないって、あ、始まりのアイドルの時めっちゃ飛んでるねって、めっちゃ楽しそう。大丈夫、うん、大丈夫よ、ありがとうね、元気ですよ。犬笛って言うと、それなんて言っちゃうね、指笛って言うと何やろ、でもなんかあったかかったね、うん、カメラ後ろに向けちゃうじゃんって。オレンジのカーターからレス送ってもらえるのかな。え、それどういうこと、そういうこと、どういうこと、客席のオレンジの人から。いらんやろ、いらんやろ、そんなゆきやさんがいっぱいいる感じ。え、でもゆきやさんよりすごいよね、うん、多分踊ってる、ゆきやさんは結構なんかディレクターみたいな感じでど真ん中で、ゆきやさんは飛んでるだけだから、そう、今日はいいわみたいな顔していつも。でもなんかゆきやさんが楽しそうな顔してるときは、あ、いいライブできてるんだ、いいライブできてんだって思うぐらい本当にいつもね、うん、本当最初期からずっとど真ん中来てくれてる、うんうん、マジで最初からいるからね。コミカのレスはいらんみたいやね、もうやめて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 よ、大事ですよ、こんばんは、バックレス送りますだって。送ってあげて、バックレス。おみずきのステージ全然見てくれんけんさ、ちょっとちゃんと見てよ。おみちゃんが思ったより元気さで方、半年のドミンから見たら待っとって、元気やけん、めっちゃ、うん、すぐ帰ってくるっちゃけん、うん、そろそろ衣装用意してくれるかもしれんね。それなんで誠側に。いらんやろ、オレンジでいいって、ます、全身オレンジで。わっかのお誕生日おめでとう、ありがとう。トミーさん、トミーさん、え、トミーさんって、トミーさん、うん、え、あのトミーさん、いや知らないトミーさんだと思う。あ、そうなの、ありがとう。ちかま、あ、ちかまの手紙早く返事でどうせで来ないでしょ絶対。本当に送るのかな、手紙持ってるけど、みずきプレゼントもね、ああ、お送り先を載せたんで、あ、私も載せないと、ついにプレゼントを受け取れるようになった、嬉しいと思って。ファンデターとか楽しみだね、うん、ちょっと今何時ですか、そろそろ寝ようかな、分かんない。明日はインスタグラムを、今日のインスタを投稿するのです、はい、以上、尾上瑞希、小湊若菜、全ての
の瞬間は君だったでした。ありがとうございました。またね、ありがとう、特典会もなんだよねって感じですかね。はい、お風呂入りやね、入ろうかね。どっちが先入る？配信 しないよ。もう眠いです。眠いか。それ君、はい、マイロー。客席向いて踊り出したらお客さんに爆裂し始めたい方。踊り出したらみんな踊ってるからな。大阪の人陽気なのかな。なんかでも本当東京から私大阪来たんだけど、なんか うん、やっぱなんか陽気な人多い気がする。なんかおしゃべりな人が多い気がする。うん、気のせい。私のファンの方は全然おしゃべりさんやない。みずきのファンはおしゃべりが多いのかな。やっぱおしゃべりはおしゃべりを引き寄せるんじゃない。まことさんとかさ、もう信じられないぐらいずっとしゃべってる。私がしゃべ、私がしゃべる時間ないぐらいずっとしゃべってる。みずきなんか私よりしゃべってる。特典会で元気だよね、みんな。なんか大阪の方なんかおしゃべりな方多い、本当に。あのそのファンの方とかじゃなくて、日常的になんか道歩いとる時とか結構みんな喋っとる。ほんまやで、せやな、せやな、ほんまやで。ほんとだって、これずっと喋ってんだよ。ほんとだ。私あんまりなんか周りから関西弁が聞こえてくることがなくて、大阪にいる感ないんだよ。マジで23歳頑張ってねって、頑張る。23歳若にゃん。そうだよ。え、そう、うん、あ、そうってさ、ごめん戻ったんやけど、大阪弁多くない？うん、大阪の人みんなさ、ゴテゴテじゃない？そうやなみたいなことずっと言ってる。うん、私のファンだけ？うん、え、肉汁ちゃんとかも結構あれだよ、大阪弁。そうだっけ、あんま大阪弁とか関西弁来てくれないから。あ、そっかそっか。うん、水木のファンはみんな関西弁。ほんと？うん、おしゃべりはおしゃべりを寄せつける。そう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 、本当にそうだったもん。ちょっとしゃべってる。うん、え、使っていいですよ、何でも。ショールームなフリー素材です。次からもう右手に回ろうって。嘘ばっかし嘘ばっかしになって、なんか突然なんかこの間の名古屋の時も頼んでないのになんか踊り出した。そうなの。うん、シンデレラガール。ああ。踊り。なんか踊りよった、なんか頼んでないよ、水木。陽気に踊り出したから。なんで特典会でファンの方が踊り出すの？私じゃなくて。なかなか珍しい光景でした。関西人やもん。そりゃそうだよね。寡黙や。寡黙な人もでも多いかも。水木がバーって喋って、ニコニコ聞いてくださる方も好き。いっぱい喋ってくださる方も好き。ゆっぴんさんですね、水木の圧に負けてますって。え、まさやん、まさやん、まさやん今日来た。え、マジ、うん、まさやんなんかお水木にしか来てませんみたいな顔してなかった？してないか。そうなの。うん、でも今日来てくれたよ、まさやん。ほんと、久しぶりって言ったら、久しぶりじゃないやろ、この間あったやろって言われた。いや、こっちめっちゃライブしてるけ久しぶりに感じるなって。そうなんだよね、一回東京重んだらもう久しぶりに感じるよね。うん、久しぶりじゃないかって言って。静かに聞いてニコニコしようだって。僕もプリウスぐらい静か。いや、フミティさんも会いに来てよ、すぐそこじゃないと。福井とかって近い？いや、遠い。うん、多分。ヨドバシイベントお疲れ様、ありがとう、ありがとう。それな、今日の余韻で寝たくないって。ミカちゃん今日もいたの？いたよ。全然水木、え、見たの？いたよ、だから今日もあれ持ってたもん、見たみたいな。眠る、泣いちゃうとか赤ちゃんだね。泣いちゃう、全然会いに来てくれんけんか。こんばんは。おいとすぎるよね、直距離だと交通機関での行きやすさは違いますからねって。あ、何それ、
社会人は大変よって。そうよね、休みとかがね、あわんとね、交通機関の行きやすさ。そうだよね、乗り換えなんといけんのとかさ、意外とさ、ほら長崎から鹿児島に行くより長崎から東京に行った方が早いけんね。うん、九州内より。マジ、うん、だって鹿児島なんか4時間5時間かかるよ、長崎から。そうなんだ。東京はもう飛行機でね、うん、2時間。確かに。31日、え、なんて変なうちわ持っていきます。変なうちわ持っていきます。わかんないわ、べっぴんさん。え、変なうちわだって。それもちろん水木のやね待っとるけんね長崎だけ、おじいちゃんおばあちゃん家が長崎やから。え、マジで、え、めっちゃ聞きた、めっちゃ聞きた。え、絶対喋ろう、絶対喋ろう。ちょっとミカちゃんでーすって言ってくれんと分からんけどそれかワカニャンのプレートあー出してくれたら、あ、ミカちゃんってなるから。そうなのよね、意外と名乗ってくれんやん、まあ、名乗らんか、ファンの方わざわざ。今日分からん時ある。あ、あの方があの方なんだって終わってから分かるパターンもありますよね。はいはい、楽しみ。ハロウィン何の仮装するかみんなワクワクしといてくださいまし。ちなみにもうこういうなんかジャケシャイありそう。よし、じゃあ活動休止中2人でやる。なんか、うん、2人、あ、見て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 、ほら、うん、ここに挟まったお水着の、あ、やばい、はあ、取れた。まだ名乗ってませんね。まだ名乗いや名乗ってますって、もうだいぶ前に、だいぶ前に。実は京都人。え、そうなんだ、まさやん京都の人なんだ。うん、じゃあなんだっけ、舞妓はんってことか。舞妓はん、まさやんは舞妓はんってことだってことやろ。女教師の仮装でそれ絶対私のあの10月の衣装でさ、ちょっといいなって思っとるだけやろ。女上司とか言い出すもん。女上司って。その花は時世、え、時世って何、花とかないちゃうけど、花って何、わかんない、名前は言わない派です。え、まさやって本名じゃないんだ。本名じゃないの、まさやんは。すべきみや、み、すべきみーちゃんには名乗っていなかったかと。すべきみーちゃんすべきみーちゃんは尾上瑞希ですから。何年前から尾上瑞希です。ずっと尾上瑞希です。キャンシーのコスプレある、あるよあるよ。あ、ある、あ、ないかも、もうなくなったかも、実家に送ったかも、引っ越しの時。名前はまだない。パレードリョダンさんの、え、待って、リョダンさんの本名し、あ、本名というか名前知ってんだよ私。うん、この間話したよね、本名ですが何回、本名何回本名何回俺な乗らなかったら違う名前書かれた。え、そう、まあ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 、長いですんで、長いお付き合いなんでお水着るし、うん、そう、そうなんだ、そうなんです、だから知ってるんですよ名前、うん。にわかサポっていう名前はなんか芸名みたいな感じ。芸名ね、わかんない、眠そうって。女子もランキングなんで寝よ、ね、寝よ、おみずきもね、実は眠いっちゃう。見てくさ、さっきさあれ食べたのにさ、お腹痛くない。あ、ミヤンがずっとだずっとミヤンが映ってる。じゃあランキング見ますよ、皆さん準備はいいですか。第13位、くさびふぐさん、イエイイエイ。第12位は、せーの、さとかちゃん。第11位は、あかさこさん、ありがとうございます。第10位は、にわかさんぽさん、ありがとうございます。第9位は、さとぼさん、ありがとうございます。第8位は、レヒロさん、ありがとう。第7位は、ユリアピースさん、ありがとうございます、ありがとうございます。第6位は、翼さん、ありがとうございます。お、なんか飛び寄る、なんか飛び寄る。第6、5位は、肉汁ちゃん、
のポーズ、何のポーズ、なんだの赤ちゃんそれは。こうやってなかったな。なんかやっちゃった適当に。第4位はせーの、パレードリョダンさん。ウィッシュ。ありがとうございます。第3位はせーの、ふみさん。ピースピース。ありがとうございます。第2位はせーの、大輔さん。ありがとうございます。そして第1位はせーの、オピソさん。これはオピソさんの O、うん、あ、O、なるほど、 O です。 O、 これちょっとちゃっかりここでも手つないでるなんでですか。これオピソさんの O で、 O、 O にして O、 O、 お、 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 20はかかった。ありがとう。見て、オピソさんの O です。 O、 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 オピソの O、 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 オピソ。ちょっとやめてやめて、深夜テンションすぎる。深夜テンションって。ありがとう。誰が虹くれたんやろ、さっきの子。さっき上にあったよ。あげーもありがとう。あ、ピソさんか、ありがとう。みなさんありがとう。あれ待って、オーリンさん呼んだ私。あれ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 、オーリンさんさっき1位だったんだけど。そんなことあるわけないだろう。あれオーリンさんいないわ。ない。あれ、あ、もうお休みしちゃったんだ。ありがとう、アーリンさん。さっきまで1位だったんだよ。ありがとう、アーリンさん。もうお休みしちゃったかな。そっかそっか。じゃあ次来た時にでもお礼言わなきゃ。元気、それ何より。元気、やる気、お水気。どうですか、これ。いいと思います。やめた方がいい、ね、いいと思います、ね。じゃあもう一回一緒にやろう。せーの。元気、やる気、お水気。ありがとうございます。じゃあもう眠いんで寝ますよ。はい、じゃあ土曜日のライブの告知でもしておきますか。え、土曜日はジムジャム。あ、ジムジャム、ジムジャム。もう一個はお、ど、造船所アイドルフェス。あ、造船所アイドルフェス、はい、2公演です。2公演ね。2回しでございます。明日はインスタグラムに可愛いお水着の今日のオフショットが載りますので、誰が撮影したんですっけ。わかにゃん、わかにゃん、わかにゃんが今日撮影してくれましたので、そのオフショットを、今日のオフショット、可愛いこのオフショットを載せたいと思います。待っててね、待っててね。ということで本日もありがとうございました。それでは皆様おやすみなさーい。おやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。夜遅くまで。皆さん明日もお仕事頑張ってください。おやすみ。あ、ありがとう、髪が。